マサトさんこんばんだい。ハンケンこんばんだい。今日はいつもより早いです。早いってことは明日違うよ。今日は服が大人っぽいかな。なんかなんだろう、ベージュのワンピースです。あれかもしれない、服髪の毛かな、低い、今日ない、今日は低め、髪型。だから大人っぽいかもしれない。鎖骨、あ、鎖骨どうやって出す、鎖骨ってさ、はじめんのはじめん、こんばんざい、こんばんざい、ひかよさん、ハローハロー。今日はですね、早い、確かに早いよね。おとたまさんこんばんざい、最近よく見えます、見ます、見えます、お化けみたい、ポニーテール、そう、今日低い、最、なんかライブとかの時は高めが多いけど、あの普段、最近は低めが多いかもしれない、普段の時。エンマルハロー、はーい。来月、そう、来月の10月5日に千葉県でのお祭りに出演決定しました。早くお知らせしたかった、嬉しい、とても。ぜひ、みんな遠いかもしれないけど来てください、お待ちしてます。実はごめん、久しぶりね。待ってたよ、お疲れ、元気、元気か。トールちゃんこんばんざい、こんばんざい、アドマチでインドス見たわけ、そう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 ね、やってた、なんかあれ放送が延期されたみたいな感じらしい。今日は元気です、長いの、あ、本当、ありがとう。嬉しい、なんとタイムリー、確かにそうだね。でもそれでさ、きっかけでさ来れるの嬉しい。印西市友人、あ、そうなの、じゃあぜひ友人にも会いに、友人に会うついでに、え、来るついでに友人にも会う。白い隣町かな、かな、梨だね、梨、あれ、いつライブは、お祭りは10月の5日です。なので10月の5日はね、土曜日です。雨天、そうそう、雨天結構だから、みんなさ、こう晴れろ晴れろってぜひしてください。お願いします。ギリギリ感も嫌いじゃない、あ、雨天結構、あ、そっか、雨天は結構なんだ。お祭りだからね、どうなんだろう、でも多分大丈夫だよね。マルダイさんこんばんざい、おじい様ヤホカレー久しぶり、みんな大丈夫でしたか、今日は台風の影響とか、目がかゆい、大丈夫でした。暑さで死にそうですね、今日暑かったよね、びっくりした、外出た瞬間にこんな暑いのってなって、もちゃん、あら美人、あ、お腹鳴っちゃった、今食べたばっかなの、今日はでね、手巻き寿司パーティーをしました。引きこもりしてた、引きこもりしてたの、休めた、いっぱい寝た。今日はなんだかんだ言っていっぱい動いた、手巻き寿司パーティー、そう、あのね、
昨日から昨日からおばあちゃん家にいるんですよ。訳ありなので今。でも巻きなねえ、納豆や入れ忘れちゃったの。納豆を冷蔵庫に入れっぱにしてて納豆やるの忘れちゃったの。わけありって全然深い意味ないよ。今おばあちゃん家にいまして、昨日と今日で、なので今おばあちゃん家から配信してるんですよ。3日分のショールいい時間つぶしになるね。なので今ここは自分の部屋じゃないです。背景がいつもと違うで10時間も車に大変だ。なのでね、今手巻き寿司、昨日は何食べたっけ、パスタを食べたんですよ。パスタを食べて、で明日の夜ご飯はどうしようかっていう話になって、手巻き寿司を食べたいっていうジリが手巻き寿司を食べたいって言って、じゃあ手巻き寿司パーチにしましょうとなって、手巻き寿司パーチしました。美味しかった。あのだから買いに行ったの、今日食材とかを全部買いに行ってスーパー回ったりして買って切って作って手巻き寿司パーチしました。おばあちゃん家ってどんな、ハイテク、おばあちゃん家はどんな感じだろう。地下があるやほやほー。そうだから今おばあちゃんち、昨日今日おばあちゃんちです。パーチいいな。あ、パーチね。そう、パーチ、手巻き寿司パーチをしました。マグロとサーモンとエビとホタテとキュウリ、卵、あとプルコギ、あと何作ったっけ？イカ、タコ、カニカマ、イクラ。などなどの手巻き寿司パーチをして、だから今日いつもと背景が違うの、自分の部屋じゃない。こんにちは、おぐんちゃん、こんばんは。地下が、地下っていうかあれだよ、なんか秘密の扉があるのそこから地下に行ける。じゃあこんばんは、今日友達と回転寿司。え、じゃあジャストタイミングじゃん。手巻きって何巻いたって、美味しそう。それそう、だからプルコギとかは韓国海苔を買ってきて、韓国海苔とプルコギを巻いて食べて美味しかった。カズキヤッホー。だから今おばあちゃんち、ここ今いとこの部屋を借りてるの。いとこもいるんだけど、そうだから今ここいとこの部屋から貸し、ちょっと30分だけ貸してって言って借りました。今日配信時間30分くらい、 Wi-Fi も今ないからノー Wi-Fi で、あといとこの部屋借りてるから短め配信になります。お願いします。うまそう、え、美味しかった。もうね、え、プル手巻き寿司したのにプルコギと韓国海苔で食べるのが美味しかった。一番今日めっちゃむくんでんじゃん。むくんでるよね、顔パンパンだもん。やばいよね。ジリア、ジリアちゃんとお寿司デートかな。でもジリね、昔あんま海鮮が食べれなくて、最近食べれるようになったんだけど。久賀俊樹さん、こんばんだい、こんばんだい、ミムニおかわりでも今日ほんと顔がむくんでる、むくんでるっていうかいつもよりでかい、やばい。髪型グッド、あっちゃん、こんばんは。今日は低い位置、顔パンパンでも可愛い顔が一番小さくなりたいそうだからおばあちゃん家今で、今日久しぶりにワンコの散歩行きました。ワンちゃんが3匹いて、2匹いて、子猫が1匹いるんですけど、お散歩に久しぶりに行ってきました。
今日はなんか朝からお昼過ぎから買い出しに出てご飯作って食べてケーキも食べました。で夕方お散歩行ってです。ポニーテ好き、本当にポニーテしようかな。しかも今日最近本当ずっといいって言ってるからこれだし、ケーキを選ぶ。そうなんかね、みかんが乗ったケーキ食べて、あとティラミスも食べた。今日やばい、いっぱい食べてる。高木こんばんじゃ、こんばんじゃ。安定のもぐもぐ。そうまあね、久しぶりにおばあちゃんとかといるし、昨日残業したら今日は仕事でやることがなくなりました。じゃあ今日早く帰れた？お疲れ様。はあ、あとは今日はそんな感じかな。久しぶりっていうか、まあ昨日もおばあちゃん家だけど、のんびりいいね。俺も昼寝したら一日はいいじゃん、いいじゃん、それいいこと。ネットサーフィンという仕事をしてました。ネットサーフィンしてるとさ、あっという間だよね。明日はアンパンマンになって、やばいね、パンパンになっちゃう。程よく仕事してきました。お、いいこと、いいこと。帰りの電車で配信見れる、本当よかった。あまりにも眠たくて昼寝したら早く、そう、ジルもね、今日昼寝した。今日本当になんかすっごいのんびりな日を過ごしてる気がする。なんかゆったりしている。顔がパンパンマン、本当顔がパンパンマンになっちゃう。困ったなまあいいか。すみこ、じりちゃん、じりこちゃんですあ、ここまあいとこの部屋なんですけど、マザー牧場こぶたのレース、昨日マザー牧場の話してたよね。あ、危ない、落としちゃったかった4時間ぐらい昼寝したな。4時間昼寝はもう昼寝の域を超えた。ふるさとも、そう嬉しい、本当に嬉しい。ドキドキする朝一一瞬だけ我慢そう、一緒にが一瞬になっちゃった。あの時寝ぼけてたかもしれない。パンパンでも可愛いけど欲しい、本当世界を救う。ジバニューのイベント行きたいなって思って、来てほしいって思ってる。ほんとみんなに来てほしいな。ぜひお祭りも頼めるじゃない楽しめるし。ゆなさん、ジリアさんです、こんばんは。たくやぎちゃんの場所から近い？でも東京に住んでる人からしたら多分遠いところだよね。最近寝る時間がバラバラすぎてね、日曜なんか、オール？すごいな、ジリもうオールできる、あの体力がないお祭りお願いしますね間違えちゃった。木曜日の仕事終わりに大阪帰るんだけどさ、お土産持ってくるね。ジリアに？やった、千葉は近くないですか？千葉だとね、東京行くよりは。松戸以外でも千葉で万歳。ほんと来てほしい。あのね、めちゃめちゃいいところだから。うちから車、近いじゃん、それ。絶対来て。千葉だけどニューターン遠い。遠いよね、きっと。東京の人とかさ、他のところからの人したらもっと遠いよね。でも土曜日だから。みんな。でも出演時間早いんだよ、確か。10時？ね？11時とか10時からと。お昼に1個あるの。出演時間が早いからみんな早起きしてそのまま仕事に行ったんだけどフラフラしちゃって、だってさ、寝ないで仕事行ったらさ、こうやってってなっちゃいそう。迎えに行ってから、待ってる、朝何時でになるの？ジュリアにって可愛い顔で、もちろん、あ、やったやったね。インザイ君いるかな？ね、いるんじゃないのかな？わかんないいると信じてる。
ぜひ。何がいいかな。え、何でも休憩に見せかけて寝ることも考えたけど、その時間さ、でもさ、その時にちょっと寝ちゃうとさ、余計眠たくなっちゃうよね。ジリアさんの良さが最近分かり始めた。ちょっとたくさん分かり始めてほしい、みんな。ぜひ千葉とかすみちゃか寝ないでね、ちゃんと寝ちゃダメだよ。次の日あーはね、ベンタルが疲れんちゃうんで。あ、確かに推しメンじゃん。推しメンに会えるね、2日連続。ゆるキャラオタク全然しない。わかる、最近ちでもゆるキャラに全然会えてないし、会いに行ってない。会いたいなあと何か言おうとしたの。ね、なんだっけ、忘れちゃったけど何でもいい、何でもいい。土曜日家には行くのいいな、ずるい。なんか連れてね、今さ、あのくまちゃんの流行ってるじゃん、なんだっけ、ティ違うティなんとかみたいな、チーバくんだ。でもそう、ジリは揺るぎないよ。でもみんな好き、クソ DD アルクマ、そうアルクマちゃんがこの間10周年でチーバくんと写真撮ってたから、コマちゃんと撮ったの南房総キサラ、え、めっちゃ行ってるやん。そんな行ったっけ、すごい。デートしてんじゃん2人であ、ちなみにおばあちゃんもいとこもね、活動のことはちゃんと応援してくれてますよ。だっていとこが、いとこいっぱいいるんだけど、いっぱいいる、何人かいるんだけど、ジリの1個下の子がいるの。1個下の子が一番仲いいんだけど、ずっとそのね、この住んでる場所のね、住所まで行って、はい、千葉県〇〇市〇〇市〇〇番目の〇〇ですとか言って、今日3回ぐらいジリに言われた真似してくれてる。しかも住所まで全部言ってるから、はい。インゼ君ちょっと何モチベテイク、え、なんでなんでしないで、あ、整形したから、え、なんか人形がってことセサミストリートに出てくるエルも好き。え、セサミストリートに出てくるエルも、嫌いじゃないけどそんな好きじゃないかも、わかんない。あんまりなんかセサミストリートはジリの中でさ、ひまわりのイメージが強すぎて。いとこ、そう、男も女もいる、ちょうどいいぐらいにいる。女がなんだろうBJ 千葉ライブいろいろあったな。で、でも今年もいっぱい行きたいし、まだ行ってないところに本当に行きたいけど、南房総はもう一回行きたいなんて思う赤いマフローホエルモだよってやつでしょ。ひまわりが大好きだから、めっちゃひまわりのイメージあるたまに元に戻るからモチベ上げるけど、入院室にあったら泣いちゃうかも。じゃあ元にも、元の時、元の時だといいね、会う時が「エルムだよ」のモノマネ、ジュリさ、モノマネのクオリティ低いんだ、どれをやるにしても。果敢に挑戦はするけど、とてもモノマネのクオリティは低い。かなかな。あ、あさってが9月12日新宿ブレイズ、ちょうど1ヶ月前なんですよ、ワンマンライブの10日じゃない1ヶ月前にライブがあるので、ぜひ来てほしい。ちょっと早めなんですけど、出演時間が。ぜひ
低いとか可愛いでなんとかなるもんやね。え、だってモノマネはやっぱクオリティ重視よ。とりあえずやる勇気ねえや。似てないのにね、やっちゃうんだよね。おやすみ、また来るね。ヒカルさんおやすみ、ありがとう。とジム今日は早めに終わりにするから、なんか質問とかあったらどんどんしてください。千葉野外ショッピングモール、う、頭、え、なんだっけ千葉野外、え、キサ、何しようか考えとくね。ありがとう。何があるんだろう。あの茶色いクマちゃんしかわかんない。今流行ってる、目がさこうなってるやつ。あれかわいい。あ、ぜひ。あとね、ガタフェスの出演も決まったんですよ。ワンマンライブの次の日なんですけど、バンドイジャパンがまたあるので、出演があるのでぜひ。大阪しかないお土産連れてくるわ。大阪、確かに今回は駐車場だから大丈夫か。あ、場所がね、あれか、ミニオン、あれミニオンに出てくるクマちゃんなの？なんかわかんない。茶色、え、あれってミニオン？茶色い子、こういう今流行ってるユニバにいる、あれミニオンに出てくるの？目がボタンみたいになってるやつだよね。楽しみすぎるね、ほんと楽しみ。いや、もう千葉でライブできるってだけでさ、ほんとテンションが上がっちゃう。また見に行きます、ありがとう。わからへんけどね、ジムのなんか T って名前がついた、そんな名前だった気がした。わから、そう、わかんない。木曜日行けても物販だけかも。木曜日、あ、12日早いんだよね、出演時間が。で、ちょうどね1ヶ月前なので、ワンマンライブからドキドキしてます。金曜日行けたら行きます、ありがとう。そう、12日からね、12、13、14、15、16、15かな12、13、14、15、ライブがたくさん続くんですよ。ぜひ会いに来てほしいです。お待ちしてます。そろそろお風呂入るね、行ってらっしゃい。ぜひね来てほしいな。9月後半たくさんライブあるので、あっという間にワンマンライブ来ちゃいそうだけど、地域のお祭りとかに呼ばれるのは本当に嬉しいよね。そう、いや本当に嬉しいの。お祭りが結構嬉しいかな。万歳的にもそういうイベントはそう大事にしたい。また呼ばれるようにさ、あとさ、そこで頑張ったらさ、その地域のさ、また別のやつにも呼ばれるかもしれないじゃん。だからね、頑張りたいな。近場の駅なら新松で駅ってところ、電車1本で行けるの初めて知った。え、そうなの？競輪場の新松戸だったら隣じゃない？あ、2つ隣かな。え、マジで松戸はラーメンしかないからおすすめ。松戸はラーメン、もうラーメンって感じ。こんばんで、メイターティン君、こんばんで、こんばんさん、ありがとう。おすすめです。またね、すみこ、またね。って感じですかね、そろそろ。何分から始めたんだろう、ジリアは。わからないなぁ。忘れちゃった、何分に始めたか。そろそろ終わりにしようかなぁなぁ思ってます。下でみんなが待っているので、キスが良かったです、ありがとう。マジか、行ってみる。まあ1本だけど時間、あ、1時間半もかかるの、どいひゃー、それは困った。え、でもおすすめだよ。配信ありがとう、お疲れ様、ありがとう。たくやぎ来てくれて、
この後梨を食べます。梨とリンゴを食べます。剥いてました、さっきケーキ食べた後だけど。え、これ15分経ったっけ、経ちましたって言われたっけ、分かんなくなっちゃった。おつたまちゃんお疲れ様、ありがとう。食べてばっかり、え、そう、ほんと今日やばいよね、食べてばっかり。ホットドッグも食べたし、どうしよう。妖怪人間バニラちゃんさん、こんばんさい、こんばんさい。ずっと食べてるけど、まあたまにはいいよね。大丈夫、20時51分。あ、じゃあ経ったのか。終わりにしようかな、そろそろ。なしずるい、そうだよ、思ったの。ゆっくり休んでね、お疲れ様。もじゃもね、お仕事お疲れ、ありがとう。ほんと梨食べて、お願いだから。お疲れ様、まだ日程確定しないけど9月。え、ね、ほんとにいつ頃かワクワクして待ってるね。早く会いたいね、楽しみだな。10月も楽しみだし。お腹鳴っちゃった、そろそろ終わりにします。明日も配信あるんですけど、明日も多分ここからの配信になるのかなと思います。ぜひよろしくお願いします。そして明後日が10月12日ワンマンライブじゃなくて、新宿ブレイズでワンマンライブじゃなくてライブがあるんですけど、それと同じ会場で1ヶ月後に10人トイロテワンマンライブがあるので、よろしくお願いします。10月12日、ね、一部だけだよね、謝ることじゃないよ、会えることが嬉しいから待ってる。しかもその後あるんでしょ、戻って。ありがとうね、本当にお疲れ様でした。トールちゃんお疲れ様、ありがとう、来てくれて。またぜひよろしくお願いします。ペンギン推しメン、推しメンの配信終わっちゃうよ。という感じで終わりにしたいと思います。あ、明日は公式ルームも配信あるので2つやります。お疲れ様ね、ありがとう。そう、今だっておばあちゃん家なので Wi-Fi もないしっていう感じ。終わりにします。見てくれてありがとうございました。おつじゅりでした、ありがとう。むじょうさん、また明日配信します。バイバイ、良い眠りを。バイバイ。